フェアリーテールに回ってた仕事を全部こっちに流れてきたからな。おかげで大繁盛と記憶している。あの、そういうつもりで言ったわけでは。分かってるわよ。それにフェアリーテールは復活するからね。本当ですか？私楽しみにしている。あんたが泣かなくても。なんか懐かしい声がするな。そうですね。はい。あれ、ナツさんにルーシーさん。 ヨースティング！変わってないな、ナツさん。お前もな、変わりすぎよ。<笑>で、ナツさん、今日は何の用？遊びに来たんなら歓迎するぞ。仕事を手伝ってもらえるのなら、さらに大歓迎だが。いやいや、悪いけど、ゆっくりしてる暇なくて。あれ、シャルルさんは一緒じゃないのですか？ レクターもフロッシュと一緒じゃないの？フロッシュはローグ君とお嬢と一緒に仕事です。どこ行った！レクターに何すんだよ、ナツさん。ナツ様。さあ、でもまだ出発したばかりなので、町の出入り口にいるかも。そっか、ありがとう、レクター。ちょっと待って。待ってよ。もう。何の用だったんだ？さあ。 あれだったので、ライブラの力を使いました。ローゲー！ん？夏。話がある。なんだ、いきなり。ちょっと待ってよ。ナイジュー。そなたは？フローも話しする。全員そこにいろ。 スティング、どうしちゃったの？あれ、うん、先日セイバー恒例の大食い祭りトラトラトラが開催されてな。ああ、それで張り切っちゃったのね。ま、優勝したのはわらわだった。<笑>何の真似だ。久しぶりに現れたと思ったら仕事の依頼書を見せろ。あ、いいから見せろよ。 ほら、アバタールを壊滅せよ。これか。この仕事は俺が行く。はあ、これは俺たちの。つうか、お前もどこのギルドでもないだろう。いいや、俺はフェアリーテイルだ。いいか、ローグ、仕事は俺がやる。その代わり報酬は全部くれてやる。だから約束しろ、お前もフロッシュも絶対街から出るな。 俺が帰るまで絶対にだ。むちゃくちゃな。っておい、ちょっと、ナツ。<笑>行くぞ、ルーシー、ハッピー。ミネルヴァ、ローグとフロッシュを見張ってろ。街から出すなよ。1年後だ。何なんだあれは。わかる。フローマ、俺に伝えろ。1年後、必ずフロッシュを守れと。 ねえナツ、ローグが向かうはずだったこのアバタールって何なの？さあ、黒魔術教団のことよ。お？闇ギルドの勢力が衰えてきた代わりに台頭してきたゼレフ信仰の教団よ。ゼレフ？本人が関わってるかは知らないけど、ゼレフを神と崇める人々の集団ってとこかしらね。ゼレフの手下ってわけか。燃えてきたぞ。 それより、なんでそのアバタールにグレーがいるって話になるの？オイラーにもさっぱり。珍しく考え込んでいるね。やっぱり言えないのね。いや、話しておく。未来から来たローグに聞いたんだ。未来のローグ？そしてフロッシュを失ったあの日、 俺は影と一つになっていた。フロッシュは死なない。1年後だ。必ず俺に伝えろ。1年後、フロッシュを守れと。グレイに。フロッシュは殺される。